その古川が仕掛けて4コーナー回ります。赤番から動いた古川隆、乗った3番の村上輝久、北日本勢が前段にプレッシャーをかけます。さあ残り2周、赤番を切って2番の古川隆が一旦前に出ました。北日本勢が前に出て1コーナーから2コーナー打賞前の攻防、切り替えた5番の村松が中段の3番手に追い上げています。浜田翔平後方5番手、短期戦の小林は一旦この近畿勢に的を絞っています。まもなくバック打賞を迎えるところで、まだじっくりと浜田翔平5番手、前は2番の古川、やや流し気味でペースを作ります。中段は5番の村松、一方後方浜田翔平まだじっくりと構えているか。2センターから4コーナー回ります。引きつけながら古川隆、このままどうやらペースを作るか。まもなくレースは最終周回に入ります。まだゆったりとした流れ、今最後の鐘が入りましたが、スローな流れでここは古川隆がかけていきます。ようやく浜田翔平1コーナーからロングスパートですが、ここはちょっとタイミングがあったか。先頭2番の古川がかけます。番手3番の村上、3番手7番の小林がついています。あとは5番の村松俊哉が4番手。最終3コーナー、浜田翔平完全に後方に回されている。浜田は苦しい。むしろ中段から村松が縦に踏んで4コーナー回ります。先頭は古川隆粘るか。番手好展開は3番手村上、村上照下が抜け出した。2着は外5番の村松の強襲か。